はい、皆さんこんにちは。こんにちは。メガミックスです。今日は奈良市の駅に来ております。今日何するのかというと、このボドゲステーション。ほう。300種類以上のボードゲームが自由に遊べます。ボドゲステーション、奈良市の駅。すぐ近くにあるんで、今日はちょっとこちらに遊びに来たいと思います。はい。ボードゲーム結構好きなんだ。ボードゲーム、そうですね。なんかやってみたいなっていうのは。全然わかんないから。全然わかんないです。じゃあちょっと近くなんでそのまま行きます、はい、あ、今回も撮影は山さんにお願いしてます。よろしくお願いします。はい、お願いします。行きましょう、はい、でもここの郵便局もすぐ上、はい、おー、近いですね。近いですね。食べ物も飲み物もお持ち込み自由だと思う。カフェやのにカフェなのに、カフェやのに。あ、これ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 。おお、かわいい。なんでそんな寄ってんの。気持ち悪い。マキナちゃんと交代。なんでなんで。近さと違う。はい、まあそんなわけでね、はいはい、もうめっちゃボードゲームこうありますので、はい、少しね、はい、オーナーさんの方から、まあ、メインのものを紹介していただければと思いますので、はい、お願いします。ちなみにこれ全部僕の私物なんですけど、遊びきれてるのがいっぱいありますね。カタンね。やっぱりでもそうですね。聞いたことは。ボードゲームといったらカタン、うん。聞いたことあるだけ。聞いたことあるだけ。珍しいですよ。そうなん。うん。もうこのボードゲームの入り口がこれって人はもうほとんど多いですしね。もう本当に1995年ぐらいに発売されてから、もう世界中で一番売れてるボードゲーム。あ、そうなの。はい。でも子供。本当に4歳とか5歳ぐらいからでもルール覚えちゃったらできる。ああ、うん、なるほど。そう、なんか世界大会とかも開かれてるぐらいだからもう最高のベッゲームですね。なるほど。ぜひこれもやってみたいとか。世界大会すごい、まあ、そう、有名どころはこれですね。まあ、他にも有名どころいっぱいありますけど、まあさっきこれですね、まだ開けてないんですけどね。これ去年の、ボードゲームの、まあ、祭典みたいのがあるんですけども、これの1位大賞とって天下名堂。天下名堂かっこいい、ね、そう、あの戦国系の、戦国系でこれは、うん、場所取りゲームなのかね、これ。なのかねえって、いうぐらい、ボールゲームありすぎてまだこれやれてないんです。ぜひね、これもちょっとみんなであのルールをこう把握しながら楽しみたいなとは思ってます。あとそうですね、この辺のかわいいゲーム、これオインクゲームズっていうところのゲームなんですけど、全部デザインがこう小箱でね、かわいいんですよ。カードゲームそう。でこれ海底探検顔面マン、まあ、まあこの辺はそうですね、まあ顔面マンっていう顔面マン福笑い的なやつ、福笑い的なやつ、そう顔作ってきて、ナインタイルなんていうのはね、一時期昔有名だったあの東大生がよく使ってる、これであの本当にね IQ が試される、あの4人でやったら、あ、この中で一番バカ誰みたいな感じのが、まあまあ、もうやる前に分かるけどね、それ。やる前に一番バカは誰か分かるけど。でもこの辺のインクは全部おすすめですね。僕好みなんで、ここの新しいやつは全部揃えちゃってます。まあその結果がこれですよ。乗らないゲームが今これです。そうですね、この辺もインクの新作、ファフニールだったりとかですね、まあこれは映画かけ狂いでも出てきた、デュアルクラッシュ効果、これもウィンクゲームから出てるやつ、まあ、その他もろもろソクラテスラやら何やら、ね、いやもう紹介しきれないんで、この中から今日好きなゲームを、そうですね、今日はまあさすがに全部はできないんで、はい、1人1つずつやりたいゲームを選んでやっていきたいと思います、はい、じゃあそしてまずは自分から行かせていただきます、はい、ここにあるこのねデジャブ、これ超面白い、まあ、やったやりました、超面白いです。これ何が必要なのかっていうと、記憶力がねやっぱりもう全然自信ない、記憶力を求めるゲームをやるんですか。そう、え、もう一回聞きます、記憶力を求めるゲームをやる、そう、記憶力が必須、ミカミックスが、そうだよ。記憶力がない、記憶力が、いや、ないとかじゃなくて記憶力が求められる、求められる、これを今日お見せします。あ、記憶力ある、記憶力をお見せしますよ、本当に。じゃあやっていきましょう、まずデジャブから、はいはいはい、じゃあデジャブ、ちょっとルールの、ね、はい、説明からさせていただきます、はい、まずテーブルはこんな感じで、真ん中に山札がありまして、これを1枚めくります、うん、で今回はスクーターが出た、でスクーターって言って取るんじゃなくて、うん、
実はスクーターの絵柄が山札の中にもう一個ありますので、2回目にスクーターが出た時に取るということになります。でそれを繰り返していくので、スクーターで次はコーン、シャベル、ピザ、これも2回目が出た時に取ると。うん、これあれですよね、かぶせてったらどん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 覚えていかないといけない、覚えていかなきゃいけない。でもう1枚めくります、でってスクーターが来ました、でってスクーターを取ると。そうで、山札の中にはこのスクーターはもう2枚っていうか2個しかないんで、で分かんなくなるじゃないですか、うん、で出てないのに1回目で貝殻を取る人がいるんですよ、うん、でそうするといつか2回目に貝殻が出てくるんですよね。めくっていきましょうか。なかなか出てこないね、こうやってやる。そう、あ、やだ。本当だったらここで貝殻を取んなきゃいけない、うん、でもすでに貝殻を取ってるじゃないですか、うん、どうなるか、うん、失格です、もうその場で、はい、もうそこからゲーム見ててください見ててください、はい、で最終的に、まあ、脱落者がね、あの3人出ちゃったら、まあ、残ってる人が勝利なんですけど、まあ、脱落者が出なければ手札の多い人が勝つと、ね、あとは実は最初に3枚カードを抜いてる、うん、3枚抜くんで、そう、生き残ってる人たちの中でも最後の3枚をこうめくって、それが手札にあったらアウトという審判がありますので、はい、じゃあちょっとよく切りましょうか。そうですね、でこれがデジャブと言われるゆえんが2回目3回目でこう分かってくるとそうですね、なんで、まあ、3回3セット3セット3セットやります、はい、ね、2回目の時に、あ、これがね、わかりますよね。じゃあ時計回り巡っていきましょうか。そうですね、誰かでやります。じゃあもう、マキナちゃんから。はい、そうですね、私から、はい、レディファーストで。じゃあレディファーストです。じゃあここに置いて、はい、こっちに1枚めくっていく感じ。もう3枚抜いてある。あ、3枚抜くの忘れてました。じゃあ3枚抜いて、これは、はい、ちょっとどっか、よーい、隣の席に置いておきます。始め、はい、はい、じゃあ、振ります。はい、ほい、カラーコーン似たのがあるからね、うん、場所も覚えておかないといけないしね、うん、じゃあ、これから振ります。はい、中学の旅行入ってた、うん、やってましたね、これはローラーブレードね、バラ、もう、さささ、あ、あ、あ、出たね、これはあったもん、これはあったね、これが多い人が勝ちって、そうでしょ、はい、どうぞ、はい、あ、確かに、はい、はい、お、これが出てくると分かんない、そうね、もう俺も分かってないよ、うん、うん、ないない、ないや、ないや、カラコンなんだよね、多分ね、どうぞ、どうぞ、見えてるんですよ、ゲット、これ出てた気がする。まあいいけどね、いいけどね、ゲット全然良くない記憶力がない。え、トウモロコシ出てた、嘘、なんかみんなも1個持ってるのずるいな、俺も取ろう。誰だ、次俺か、はい、あ、俺だ、いや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 、待って待って待って、ない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 、またでもさっき、さっき最初ルールだよね、いや、わかんないけど、あ、締めにあった、締めにはあった、あった、あった、はい、あ、何も取ってない、そう、取っていいっすよ出てないよね、ないよね、はい、え、これも似たのもあるけど、いや、これは、うん、これは、これ全然わかんない、もうわかんない、わからーん、嫌な気がする、もう取ってる、取る、取る慎重だね、慎重ですね、カーキあったよ、あー、あった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 、最初の方に出た、出た、何も覚えてない、お、うん、本当にライフジャケット出た、出た、出た。関西マネか。あ、じゃあ私。はい。わあ。わあ。お、すげえ取る。え？
飴？じゃあ俺取ろう。1個目バナナ。お、靴。ああ、靴。もう取った。靴を取った。いや。え？そう。だんだん見えしなくなってきてる。はい。目に集中すると。うん。出た気がする。いや、出た。絶対出た。出た。あ、俺がやった。あ、キャラクターバナ出たね。いや、これも出てきます。来たそれ見えてるの。クマさん、うん、あ、行く。あ、まあ、出てた気がするよ。そう、出たね。出た。これが出た。うん。うん、そこでもうすごい悲しかった。なんであった気がするんだけどな。近くか。はい。扇。いや、扇？え？おお。いや、扇出たよ。出た？出たなら取っていいですよ。あ、そう、なるほど。うん。これ出たっしょ。三上さん、うん、あ、あれ出たよ。はい、これ、これ今2回目ここにあるものを三上さん持ってるってことでお手つきです。出たよ。はい、ここから先は三上さんは傍観者ということでカードめくり役に徹してください。はい、はい、はい、出たよ。いや、出たよ。そういう嘘やん。はい、あともう少ないからね。もう仕掛けに、結構仕掛けに、仕掛けに。はい、取りに行くね。はい、これ全部取っていいんじゃん。はい、勝つには俺取りに行くしかない。あと何枚？あと2枚。あと2枚。それを思い出した。誰か出たとか言ってて。ああ。マジか。最後の最後に。最後で出た。最後だ。マジか。ちょっと思ったんだけど、じゃあちょっとまだ。2人だから、これは、まあ、後に勝ち。でも、この中にお手つきがあったら、はい、いきますよ、1枚目。斧。あ、まあ、斧ここにあるからね。ハンバーガー。え、これがないってことは？あ、俺だよ。何個持ってんの、何個持ってんの。積極性だね。あとはこの辰の落とし物が出れば、うん、やった優勝です。じゃあ、1ラウンド目アキラちゃんの勝利ということで。あー、俺積極性があったんだったわ。2個お手つきとか。いや、出たよ。出たよ。出たよね。デジャブだよ。じゃあ、第2ラウンド。第2ラウンド。じゃあ、ここの勝者から、じゃあ。はい。あ、ここは全部今の3枚。あ、3枚取ったね。上番です。上番です。よーい。はじめ。はい。はもう大なんだ、集中するってことは。喋らない。喋らない。YouTube の人。はい。もう三つとかさ。ね。結構覚えてるもんだよね。全然覚えてないだろ。ピタ出てたっけ？
2巻ですごい静かだね。はい、第1はい、仮面がある人、ここにあるね。毎回勝利、みんな慎重だったかな。と、それね、バナナ。おーおー、もう完全毎週ってことは、ね、これはやっぱり出てたんだ ね。じゃあ、イノシノロの矢の92連勝。おお強い、俺結構頑張ったよ今お手つきしないように頑張った慎重になってね。じゃあ次がラスト、はい、ラストゲーム第3ラウンドなんで、第3ラウンドになるともうさっきの記憶が邪魔しちゃって、もうね俺は取りに行けなくなってくる。早い早いって。え？どう？マジ？え？立てたよ。ちょっと早くて分かんない。ちゃんが選んだのは、はい、犯人は踊るということで、はい、うん、こちらをやっていきたいと思います。このボードゲームカフェで大丈夫ですか。はい、まあ、カフェというかスペーススペースですね、はい、場所的には、奈良市の駅徒歩
2秒、うん、徒歩2秒駅横の郵便局の上ですありますんで、ちょっと電話でも受付はそうですね、来年の1月からあの本格稼働する予定なんで、うん、指導しますので、はい、今日はまあプレリリースということで、はい、楽しませていただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、またありがとうございました。はい。